それでは口元の書き込みという作業に入ります。まずですね、口を、影色でね塗ります。4番の色がね結構あのダークレッドに近いんですけど、やっぱりね赤は赤なんですね。で赤を入れるっていうのは結構全然、大きく変えます。でダークレッドと、この基本色ですね、要は、これとこれですね、ダークレッドと、フレッシュベース、この2つを混ぜます。でね少しだけ、ほんとこんなのです、このくらいです。ちょっと多かったくらい、今の多かったくらいです。もうこうちょっと多いです。口紅はまあこのくらいかな、口はこのくらいかな感じですね。唇の上の上唇もね少しだけ塗りますけども、これはあんまり塗らないです。ちょっと気持ちいいぐらいで。なんとなく赤っぽいものが入れば OK 的なところがあります。で、唇も真ん中の方だけね、もう少しだけ赤みを強くしたのを。して変化をつけておきます。もう一度この3番を使いまして、今度はねほんと少しだけ赤を加えて、これをやや薄めに溶いて、この辺り、ほっぺたの皮下脂肪がねあるあたりを狙いまして塗ります。結構薄く溶くとね、あのなかなか馴染みが悪いんですね、あの弾くんです。そういう時はエアブラシシンナー、これを使います。これでね溶いてあげます。これを混ぜて、伸びが良くなって、より滑らかにね乗りますんで結構おすすめです。この赤み色結構ね鼻とかね耳とかにも塗っても全然いけます。皮膚が薄いところをねちょっとこう狙ってあげるというか、皮膚が薄くて下の皮下脂肪というかね筋肉が見えてるところを、狙います。